お疲れ様でございます。日経新聞からちょっとニュースをね。持ってきました。トランプ氏の演説中に発砲音がしたようです、えー、こう聞くとね。以前安倍総理も。 発砲音に教弾に倒れたってこともありますし、まあ、それからね、その後の岸田総理もなんか爆弾が投げ込まれたみたいなこともありました。で、今回もトランプ大統領、もしかしたらバイデン勢力に狙われてるのか、それともディープステートの陰謀なのかわかりませんけれども、まあ発砲音がしたってことでね。いや、これね、私こういうことを想像するんですよ。ええー。トランプ大統領の演説している会場の近くで、運動会でもあったんじゃないかなと。ね。 運動会ってほら、なんか銃みたいなのバーンって撃って、よーい、ドーンとかやるじゃないですか。で、この右に出てる人は、シルベスタスロー・ストロンが、なんか、マシンガンぶっぱなしてるところですけども、まあ、こんな運動会はあんまりないと思いますけどもね。でも、こういうふうに運動会で、スポーツマンヒップにもっこりとか言ってる中で、こうやって銃がなぜか出てきてね。なんで銃で撃つんでしょうね、東京その時って。なんかもっと他に方法ないのかなと思っちゃうんですけども、今思えば、あ、こういう人が出てきたかもしれないですね。今、映画やってるかもしれないですけども。 なんであれ、これ、なんか銃を撃つんでしょうね、あれ、運動会の時きに。これこそ不穏党じゃないですか、なんか、これ、なんか手を挙げろみたいな感じでね、こんな人が出てきてね、用意ドンってやったら怖くて走れねえよみたいな感じで、動くなって言われてね、バーンって言ってからね、どっちなんだって話がありますけども、うんな、なんでなんでしょうねうん。まあ、トランプ大統領の演説会場の近くで運動会があったら、発砲音があるのは、そんな不思議なことじゃないと思うんですけども、皆さん、どのようにお感じでしょうか。 坐掉、so